大見鉄道も、配置系電車は、大見鉄道に在籍した、通勤系電車の制御電動車の形式でも配置から、6の総数6両。編成を組んだ、区波1213型電車区波1213.1218から1222の総数6両もここで取り上げる。700系、800系に、改造の名目で、車席を譲り形式消滅となり、 実車は後に解体された。廃車時の塗装も刃4車体は131系と、ほぼ同系の大見系で、当時流行した湘南型全名を持つ。製造当時は、西部赤電と同じラズベリーに、ベージュの塗り分け。後に台車を西部からの FS-40 に変更、吊り掛け駆動ながら空気バネとなった。廃車時には、黄色の塗装となっていた。 モハ1型は、デハ21型を1963年9月認可で、交退化改造名義で、彦根工場において、車体申請した。台車系 S33 リットル、機器は、デハ21からの再利用、番号対象は、デハ9モハ1、デハ2から6モハ2から6。デハ21型は1928年の大見鉄道。 全線電化時に投入された木造車の出廃1型が荷物合わせ作り車に改造されたもの。同じ車体を持ち編成を組む区波線2 1 3型は同じく交代化改造名義で制御客車の車席を使い車体申請した。ハに1区波線2 1 3区波線2 0 9から1211区波線2 1, 1, 1 8から1220。 区二1221から1222は、実車に他社との差はないが、心臓扱いである。モハ1型と区波1213型で二両固定編成を組んだが、モハの車号から見ると、クハの車号は連続していない。車席の見つかり、車体を申請して手持ちの機器を装備する当時の大見鉄道の典型的な方法が使われている。 ここで取り上げている車両は、書類上車両の履歴がつながっていることを基準にしており、荷物室を設置した程度のものから、何一つ使われていないものまで様々である。明治時代に製造された客車の一部が使用されているわけではない。デハ1型は、大見鉄道も、波急系電車全身を参照。区波1213に車席を継いだハニー1は、 妖怪地線を開業した湖南鉄道の導入した上機動車にその期限を持つ。1913年製造の汽車会社の駆動式、上機動車キロハイ1.2キハニ1キハにホハフ2.3ハニ 2.1?1898 年の開業時のマッチ箱客車に遡る。西部の木造制御車を購入して、自社の木造客車の台車を履かせたもの。 車体と車体の新旧対象は、クハ1209は、西部クハ千二1252と、不ハ二28、1210は、生仏波1254と、不保波29、1211は、生仏波1255と、不保二27。模波型と、区波1 2十3型の2両編成、ABCD 著者のもの二波1 2, クハ1 2は、 心臓扱い。心臓車、ABCDEFGH 車両形式シリーズ、乗車券、第2週も、配置券、ABCDEFGH 車両形式シリーズ、乗車券第8週、8213系、ABCDEFGHIJKLMN、白土佐田を、大見鉄道上下、私鉄車両巡り特集第3週、鉄道図書館公開、 1982年、265から284ページ。ただし、記事の掲載は、鉄道ピクトリアル239から2 4 5号、1970年。127ページ ?ABCDEFGHIJKLM、カラーブックス日本の私鉄24近畿。126ページ。ABCDEFGHIJKL。 カラーブックス日本の私鉄24近畿128ページ ABCDEFGHIJKL 京都大学鉄道研究会車両京都大学鉄道研究会雑誌23号京都大学鉄道研究会19871から21ページ AB カラーブックス日本の私鉄2四近畿四十二ページありがとうございます